株式会社クリアマベーカは、新潟県新潟市北区に本社を置くせんべいや、あられなどのベーカを製造する企業。代表商品は、バカウケ、セトの塩揚げ、干し食べよなど。コーポレートアイデンティティ導入により、2010年1月1日から、新たなコーポレートブランド、ビーフコを採用した。当項目では、同社の運営によるベーカの体験、展示施設である、 新潟せんべい王国についても掲載する。1947年、栗山玄太郎が新潟主流作場で自己品、規格外品のジャガイモを加工する澱粉製造工場を創業したのが起源である。創業後から澱粉と並行して米花や水飴などの製造も開始したが、需要が高まったことから1954年からは米花を主力製品とし、 業績を伸ばし続けた。しかし1964年6月16日の新潟地震で壊滅的な被害を受け、現本社所在地の新潟市荒崎へ移転。1969年には北神原郡中条町に中条工場。1984年には柴田市に柴田工場を増設するなど生産拠点の増強を図った。 個性的な商品開発で知られており、1986年には星型のせんべい、星食べよう、1990年には青のり味のせんべい、バカオケを発売開始、いずれも県内を中心にヒットし、その後全国各地へ販路を拡大した。共に現在に至るまで主力商品となっており、期間限定、地域限定製品や、 大手食品メーカー等とのコラボレーション製品なども数多く存在する。創業以来、栗の実を模した赤い車掌で親しまれてきたが、企業イメージ向上を図るべく、新しい試みに挑戦する精神をアピールする新たなコーポレートブランドの導入を決め、2009年10月10日に新潟市中央区の時メッセで新ブランド名ビーフコの発表会を行った。 ビフコとは、ベーカフロンティアカンパニーの略で、ベーカの可能性に挑戦することで、あられ、鮮米業界のナンバー1を目指し、美味しさ、ユニークさ、アイデアにおいて、最先端の価値を提供するという企業理念を表したもの。合わせて、新キャッチフレーズ、楽しい、美味しい、新しいも発表された。2010年1月から、コーポレートサインやパッケージの変更を順次開始し、 同年4月中に完全移行した。新潟県体内市芝橋1188、新潟県柴田市岡田1824-3、新潟県新潟市北区西名目書5505番35新潟せんべい王国王国前にある、バカウケなり新潟せんべい王国は、新潟県新潟市北区、荒崎の本社敷地内に所在する米家に関する、体験、展示施設。 2002年4月6日、本社の工場跡地にオープン。当初の名称は、全米王国であった。新潟県は、全国の米花年間生産量の約6割を占める一大生産地である一方、県内には、米花産業の発展の歴史や、米価の製造工程について間近で学べる、常設の施設がなかったことから、本社工場跡地の有効活用を兼ね、この、 せんべい王国が企画、開設された。イメージキャラクターには、こんがりと焼けたせんべいを模したこんがり大王を制定した。本社敷地内にある4つの施設からなり、職人がせんべいを焼き上げる様子を間近で見学できる。ほか、せんべいの手焼き体験コーナーや米花産業の歴史に関する展示コーナーが設けられている。また売店には、 先米王国オリジナルの様々な米貨やグッズが陳列されており、小中学生の社会科見学やバスツアーなど、県外外の団体観光のコースに盛り込まれるなど、帰宅、濁り川地域の観光スポットの一つとなっている。2008年、本社倉庫を改装して増床飲食コーナーなどを増設するなど、施設の拡充が図られ、同年10月10日午前10時に、 新潟べい王国としてリニューアルオープンし、現在に至る。ありがとうございます。